11月6日にリリースされる新曲「太陽の女神」、情報解禁がいろいろと進んでいますが、皆さん楽しみに待ってくださっているでしょうか。この曲はドラマ「海の上の診療所」の主題歌になっています。台本や脚本を読んで作っていきました。高校卒業して初めての書き下ろしだったので、その楽曲で今までと少し違った私を表現することが成長につながって、その成長がまた新たな出会いに結びついていくんじゃないかなと、とっても前向きな思いで作れたと思います。そして今その大切な人に自分はどうやって接しているんだろうだったり、逆に大切な人からこうどういうふうに思われてるんだろうって考えるきっかけになったらなと思います。まっすぐ皆さんに思いが届くように、今毎日スタジオだったりとか取材を受けさせていただいたりとか、こうしてコメントを取らせていただいたりしてるので、楽しみに待っていてください。それではイエイリレオでした。バイバーイ。